単価を上げる手段、あとアウトプットコピーライティングでアウトプットしたいと、アウトプットする場所、アウトプットの方法手段を知りたいということなんですけども、まあ、これはですね、どん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 ですね、まあ、時間があればスマホにこう書いてみるとかですね、まあ、歩きながら浮かんだ場合だったらもう音声ですぐに言うっていうことで、もうその場ですぐにアウトプットするっていうのを習慣にされると一番いいかなと思います。でコピーライティングが単価上げる手段としてはですね、まあ、うまくいってる方のですね、まずお手伝いをするんですよね。情報発信者でうまくいってる方、まあ、LP とかを、まあ、ただでいいので書かせてくださいという形でどん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 ですね、まずやってみて、絶対、まあ、成果報酬的な感じでまずやってみるんですよね。まあ、最初成果報酬なので最初収入にならないんじゃないかと思うかもしれないですけども、副業で始めてですね、この期間をきちんと長くするんですね。まあ、修行の期間を長くする。そこであなたの価値をどんどんアピールしていきます。コピーライティングで稼ぐ方法